国鉄滝4850経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。滝4850型は TD 専用の30トン石炭貨車として1964年4月30日から1966年4月28日にかけて3ロット6両が 富士重工業、若松車両、日本車両製造の3社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。本形式の他に、TD を専用種別とする形式は、滝19600型があるのみである。落成当時の所有者は、三井科学、武田薬品工業の2社であった。 その後4両が1968年10月21日に三井東厚化学へ名義変更された。1981年5月11日には2両が日本石油輸送へ名義変更された。1979年10月より化成品分類番号661が表記された。ドーム付きな大野仏姿のタンク体はステンレスクラッド構成で、 厚さ 110mm から 150mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。ドームが2つあるが片方は通常のドーム、もう片方は格式機類が内蔵されたプロテクターである。2役方式はタンク上部にある液出入管からの上入れ、加圧窒素を使用した液出入管、窒素管による上出し式である。色は黒であり、 全長は 11300mm、全幅は 2530mm、全高は 3876mm、台車中心間距離は 7200mm、自用席は25.4立方メートル、自長は20.6トンから21.1トン、換算量数は、赤車5.0、空車2.2、最高運転速度は、時速 75km、 台車は12トン車軸を使用したベッテンドルフ式の TR41C であったが、その後 TR41DS-13 に改造された。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では全車建材であったが、2009年度に最後まで、 在籍した二両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。